はい、どうも、こみです。さて、本日は関西クラクラクラブからですね、お届けしていきたいというふうに思うんですけども、本日ですね、見ていきたいのは、私のレジェンドアタックになります。でね、結構珍しいじゃないですか、僕がレジェンド出すって。で、何かっていうと、で、クイヒーディガホグなんですね。いや、またそんな古いもの今更やるみたいなふうに思うかもしれないけど、今も流行っている、突撃艦スーパーウィザードインビジブルですね、これを使ったクイヒーディガホグの、まあ、一個のパターンが出来上がったんで、ちょっと、紹介したいなというふうに思ってます。でね、今日お話しするのは、これがうまく決まるパターンと決まらないパターン、っていうのに分けて、お話をしていくんですけども、ちょっとね、今日多くって、合計5本の、リプレイをね、見てほしいなというふうに思っております。で、早速ね、見ていってほしいのは、これなんですね。まずは、分かりやすいのがいいかな。これが多分一番分かりやすいと思います。まあ、当然例によって失敗もね、盛り込んでますんで、まあ、そこは、ご安心ください。こういう場合失敗するよというのを実例を持って見てもらえると思います。で、まずこの1本目のアタックっていうのは、どう攻めていくかっていうと、ここですね。ここに突撃艦を当てていって、スーパーウィザード、インビジブルをやっていきます。で、今回のアタック何本か取るんですけども、ポイスの呪文を持っていくパターンと、あと、インビジ3発持っていくパターン、ちょっと分かれます。で、この辺は今でちょっと自分も迷ってるんですね。まあ、レジェンドでやるので一応安定感求めたいんですけど、どっちがいいかなっていうんで。で、今回のケースは、本当はね、この攻めてタウンホール狙ってた方がいいんですよ。なんですけど、まあ、この周りにババキンがいたりして、あんまり美味しくないなと思ったんですね。まあ、こっちから入っていくと、まあ、そこそこ美味しいんだけど、まあ、この辺にトルネとかあったらもう一発で終わっちゃうので、まあ、ちょっと嫌かなと思って、まあ、だったら確実にこの辺だったら、この壁の中にしっかり入んなくても、まあ、仮にね、この外周で、まあ、トルネなんかがあって落とされても、まあ、一応仕事するかなと思って、上側選びました。一応です、言っとくと、この攻めって、クイヒディガホグの延長線上になっているので、ポイントは、タウンホールを壊しながら防衛援軍も処理する。で、それが終わってからディガホグを展開するっていう形が一応基本形なんですよね。で、それを、突撃艦、スーパーウィザードプラスクイヒーパートでやっていくんですけども、まあ、何がいいかって、この攻めって、そのスーパーウィザードパートで、相手のタウンホールを壊しながら防衛軍処理できちゃうんですね。それが非常に美味しいです。で、ここまでできちゃうと、今防衛が処理できて、で、タウンホールも壊しちゃったんで、あとは、ドバッと、なんだ、ディガホグ出してるだけですね。クイーンが今回こっちからこう、順次から歩ったじゃないですか、クイーンが。で、さっき言ったパターンっていうのは、こんな風になってるんですけど、クイーンが歩きますよね。キングをそうしたら、反対側からこう出していくんですね。こういう風に。で、このちょうど間、ここから、ディガーと、あとホグライダーを出していくっていう、まあ、そんな感じの、パターンになります。これが決まると、こんな風に、クイーンたちは、ここからこうね、クイーンは内側に入っていきながら、キングは外をカットして、ディガホグが中心部隊を攻めていくと、まあ、いう形が出来上がります。今回ちょっとね、クイーンにタウンホールを、ね、叩かしちゃったんで、しかもそれがもうだいぶ外周側に寄ってたんで、もうクイーンがそのまま、このうまいこと通路を歩ってくれてね、まあ、逆に美味しかったんですけど、まあ、これはちょっと珍しいパターンですね。本当は自分のいつものパターンっていうのは、ここからこう、クイーンが中の方に切り込んでいってくれる、まあ、っていうパターンがよくありますし、まあ、そういう風に、仕向けていることが主です。まあまあこれはまあラッキーですね。非常にラッキーなパターンですね。で、なんでじゃあこれクイヒディガホグじゃダメ、間違った、クイヒディガホグの突撃艦パターンじゃダメなのっていうと、レイジの呪文が足んなくなっちゃうんですよ、クイーンに対して。なんでかって、まず、スーパーウィザード部隊の方が明らかにカットするための、序盤のカットの仕事量が大きいんですよね。まあ、今回で言うと、ここ、をガツンとこうカットしていきましたね。こういう風に。ガーンってこういう風に。で、このカットよりすごい大きいと思いません？めちゃくちゃ巻き込みましたよね。シングルインフェルノ壊して、これ、投石壊して、大砲も、ウィズ島も、ボムタワーも、このクロスボン、この辺全部凍ってたじゃないですか。こんだけ壊しちゃったんですよ。で、なってくると、まあ、当然ながら、クイーンがレイジで切り抜ける、場面っていうのが、まあ、非常になくなります。もうここも、ババキンちょっとダメージ入ったのかな。まあ、タウンホールアプローチするときに、まあ、レイジ一発使うか使わないかぐらいですよね。まあ、場合によってはフリーズ一発も足りちゃうかもしれない。で、相手の防衛軍も実は突撃艦と、最初出てくるババ5体で、まあ、ある程度連れて、かつ、スーパーウィザードが、インビジの呪文から出たときに、それも援軍釣ってくれるので、アーチャークイーンって、
火力の低いところで安全に援軍処理できちゃうんですね。なんで事故率が減るんですよ。ってなってくると、レイジの呪文一発でまあ足りちゃうかなというところで、本来ですね、アーチャークイーンが事故らされる要素とか、まあ、援軍処理ですね、事故らされる要素とか、とレイジを使って切り抜けなきゃいけない、まあ、高火力の防衛施設っていうのが、まあ、スーパーウィザードパートで壊せちゃうってことによって、かつまあ壊せると同時に、範囲もこう広く壊せるんで、その後のパートで、ディガーホグライダーが歩いていくルートが非常にこう限定されるんですね。こういう風に狭くなるんですよ。こんな風にウィってウィってこんな感じ、ウィってこんな感じ狭くなるんですね。なので、まあ、非常に、呪文を当てやすいっていうのがありますね。こここんな感じで当てやすい、うん、なんかすごいペンの調子がめちゃくちゃ悪いんだけどまあこんな感じですね、はい、になるっていうのが、まあ、この攻めの美味しいところですっていうのをちょっと意識しながらですね、もう一本見てほしいなというふうに思います。ですね、次は、これ見てもらえますかね。これ、まあ、大体ね、この攻めを使うと200後半は硬いですね。あの2日間やってみて、あの280、まあ、290ぐらいっていうのは普通に出せました。あのまあ僕そんなレジェンドガチ勢ではないし、なんならね、このパターンに全部はめてやってるんで、なんて言うんでしょうね、だいぶ無理かなと思っても、あえてパターンにはめてる部分もあったりします。なので、それでも、まあ、それだけ取れるっていうのは結構、この攻め自体が結構使いやすいのかな、パターンとして、まあ、一個完成されたパターンになってるのかなっていう、まあ、気がしますね。防衛軍、結構今、がっつり倒しました。で、おまけに投石を倒しながら、この周辺っていうのをカットしていきますね。呪文枠4枠使ってるんですよ。まあ4枠で防衛軍と投石機を壊しながらこの周辺を処理できたのは結構でかいですよね。で、アーチャークイーン、今回はタウンホールをアーチャークイーンに処理させていきます。で、今回のパターン見た場合に、タウンホールに対してやっぱり突撃感出たかったんですけど、まあ美味しくないんですよね。アーチャークイーンがここにいるし、キングもいるし、で、こちら側、アーチャート1本だけじゃないですか。で、おそらくこの投石とかをたげった場合も、そこに向かう過程でこのタウンホールの爆破ダメージを思いっきり食らっちゃって、スーパービーザーとかやられちゃうかなと思ったので、ちょっとそれはやめました。やめてあえて、アーチャークイーンでこれ全然ね、タウンホールが処理できる位置にあったんで、だったら援軍を釣りながら投石を壊して、で、ルート作っちゃおうかなっていう風に考えたっていうのがこのパターンですね。で、こうなっていくさっきのパターンですね。同じようにこれ、はい、ここからアーチャークイーンが向かっていくゾーンのこの向かう先からディガーとホグライダーを出していきます。これパターンですね。で、キングで外周をカットしていくっていうパターン。で、ロイヤルチャンピオンの使い方が結構肝になります。で、さっきの1本目のアタックはロイヤルチャンピオンをもうこのディガーホグ部隊に混ぜちゃったんですけど、これはね、ちょっと自分も、多少臨機応変さを持ってやってますね。キングがここに到達するまでに結構壊す施設がいっぱいあるじゃないですか。ちょっとディガーホグをこっちにそれさせたくないですね、こういう風に。なので、ロイちゃんをここを投入して、リングのカットをサポートさせるんですね。これはちょっとね、特殊性があるというか、最後、こう、ディガホグが外に広がっちゃいそうな場合っていうのは、ロイちゃんを外側から出すし、まあ、そういう外に広がる要素があんまないよっていう場合には、まあ、今で言ったら、ここからこうディガホグ出してたじゃないですか。こういう風にまあディガホグのルートが見えますよね。こっちをキングで処理させていく前提で考えると、ロイヤルチャンピオンは、まあ、この辺から出す。こんな風に当てていく。で、こう、外側をこうね、歩かしていく。まあ、こんな風なパターンに、するか。まあ、それか今みたいに思い切って、外側からね、ロイヤルチャンピオンをガーンって当てるか。まあ、どっちかですね。この二つはどっちか。このキングの仕事量を見ながら、ディガホグ部隊のサポートをさせるのか、キングのサポートをさせるのか。まあ、どっちにするかっていうのを選ぶっていうところですね。で、まあ、くどいようなんですけども、クイヒーないしは、スーパーウィザードのパートによって、タウンホールと援軍が、確実に処理できるかどうか、これがすっげえ重要です。で、これさえ逆にできるんであれば、この攻めってめちゃくちゃ使いやすいです。ぜひね、使ってみてもらいたいと思います。クイヒーいっぱいやっていて、スーサイドが苦手だよっていう人に関しては、突撃艦からの、まあ、ドラゴンとか、突撃艦からのスーサイドディガホグとか、まあ、ちょっとね、抵抗があると思うんですよね。なんですけども、このパターンは全然、クイヒーでいけちゃいますんで、ぜひね、試してみてもらいたいなというところですね。はい、これ。行ってみましょう。で、今回のパターンっていうのも、同じように、クイヒーディガホグで、タウンホールと、防衛軍処理するんですけども、やっぱね、タウンホールが外側にある、これ非常に重要ですね。これが違っている場合には結構使いにくいです、この戦術。で、タウンホールに、もう直で、
突撃艦も、これは当てるパターンですね。まあ、トルネードがあっても別に、トルネードのところで、突撃艦しばらくこう待機させて、起こった瞬間にこう、インビジ当てる。で、インビジの呪文はちゃんと、タウンホールにインビジがかかんないように当てないと、タウンホールインビジでこうね、隠れちゃうと、スーパービーダーと壊してくれないで、そこ注意ですね。はい。まあ、投石の一発食らっちゃって、スーパービーダーとか解けましたけども。で、こういう場合にも同じですね。さっきと同じで、これ壊したところの、まあ、側面、この辺から、アーチャークイーン、どっかからこう、スタートさせるんですね。こんな風に。どっかからスタート、今回は、この部分からスタートしましたね。壊したところのに隣接するところから行く。まあ、そうすることによって、アーチャークイーンの破壊が、まあ、こんな風にこう始まるわけですね。ディガコンのパートってあとは、まあ、こういう風に見えるじゃないですか。こういう風に。こっちをキングが壊すとすると、ディガホグレーターが見えますよね。アーチャークイーンがまあこっちに流れてきてくれれば、ここを壊してくれるんで、ディガホグがさっきのパターンですね。アーチャークイーンが向かっている方面からディガホグを出すと、まあ、いうパターンにはめることができます。で、突撃艦と、あとは、スーパービザード、バーバリアン、デーン軍が釣れたんですけども、まあ、今回ちょっと全部釣りきれなかったんで、若干ね、それが残っちゃいます。まあ、残っちゃうんですけども、そういう場合にもアーチャークイーンがね、ちゃんと中心部にこう向かっていってくれるんで、まあ、よっぽどのことがなければ、アーチャークイーンがそのまま防衛軍処理してくれます。アーチャークイーンバーサスアーチャークイーンになっちゃったんで、ここはね、フリーズ使ってアーチャークイーンを延命させながら、スーパーガイゴリー1体出てきましたね。まあ、これ別に怖くないです。アーチャークイーンがこのまま、壁を叩いちゃうんですけども、本当はね、これ壁回ってくれようと思ったんだけど、処理してくれますね。で、ディガホグ部隊中心で頑張っていて、キングが外周にいます。で、ロイヤルチャンピオンはさっきの、2つ目のパターンですね。キングとディガホグ部隊の、まあ、外側のところをこうね、走っていくっていう、まあ、こんなパターン。ね。ディガホグは中央から、中央へっていう感じで、中を歩いていく感じですね。まあ、結構ね、今回突撃艦、スーパービザードの仕事量があんまり良くなかったので、思ったよりも、苦戦しました。まあ、苦戦しましたがこんな感じですね。まあ、そんなに言ってもめちゃくちゃ大苦戦で、もう、なんで、組の皮一枚っていうレベルではなかったかな。まあ、どちらかというとこれ時間が厳しかったぐらいの攻めかもしれない。まあ、クイーンここでブロック残してますからね、全然普通に。まあ、こんな風な感じで、それなりの余裕は持っていけるかなっていう感じですね。はい。だから戦力の面ではそんな大丈夫なんですけど、やっぱり時間っていうのはその突撃艦パートとクイーンのパートの仕事量によってまあ左右されますけど、まあまあでもなんだろうな、そんなに、ちゃんと型にはまる配置を選びさえすれば、別に時間はそんなに余るかな。フィーディアオで結構、時間が厳しい戦術の、まあ、筆頭じゃないですか。まあ、要するにクイーンに援軍処理とタウンホール処理両方ともやらせるっていう、あのパターンが主なんで、さらに壊す施設っていうのが、クイーンパート、あとは、ディガ、イエティパートか、突撃艦イエティで使う場合ですね。イエティパートで多いので、割と時間食っちゃうんですけど、この攻めってスーパーウィザードの、破壊が、まあ、非常にスピーディーなのと、クイーンが処理する施設っていうのが、防衛軍、または、なんだ、タウンホール、どちらかっていうパターンも作れちゃうんで、まあ、結構、スムーズにディガホグパートに移れるというところがまた美味しいですよね。はい、というところでですね、パターンに今はめてきてますけども、パターンにはまんないケースっていうのを見てもらいたいというふうに思います。次はですね、これ典型的なパターンにはまんないやつ、これ、あー間違えた、パターンにはまんないやつじゃないわ、ごめんなさい。パターンにはまんないやつはこの次見せます。で、今回のこっちのアタックっていうのは、ね、思い切って、タウンホールを最後残してみたんですね。これね、ちょっとね、わざとやりました。負け惜しみじゃなくてマジでわざとやった。今回クイーンをまあこっちのタウンホール側から当てていくこともできたんですけども、でこの辺に本当は、フリーズを使いながら、スーパーウィザードを打っちゃって、ここを全部壊そうかななんていうふうにも思ったんですよ。まあ、なんですけど、ちょっとね、試しに、タウンホールを、ディガホグに任せてみたらどうかなと思ってやってみたところ失敗しましたね。思いっきりミスった。これ、まあ、ポイズンで防衛軍は処理しますよね。でスーパーウィザードで、まあ、中心部の核を破壊していくと、ちょっと一発足んなくてイーグルを残しちゃいました。まあチェーン入って壊れるかなと思ったら、これ壊んなかったの結構痛かったですね地味に痛かったんで、ね、パターン的にはさっきと同じですね。こういう風に、スーパービズを使った部分の外周、こういうところからクイーンを始めていきます。で、クイーンを中にこうね、歩かしていくっていうパターンですね。イーグル砲は、ちょっと届かないんで、ここはちょっと後で処理していくんですけども。
で、さっきのパターンじゃない方な、使い方をしてるんですよ。さっきも言ったように、その完全にこれパターンを崩していて、外周こちら側ですね、クイーンでこう削っていきながらディガホグをこっちからこう流していくってパターンにしてるんですね。で最後タイムホールを狙っていく、あのこのパターンもね、やっぱり思ったんですけど、外周にここからかディガホグライダーを出していけば、こういう風に出していくってパターンもちょっと考えたんですけど、まあ、結構クイヒディガホグでよくやる場合ってこういうこともやるんですよね。なんですけども、やっぱりね、さっき言ったパターンから外れちゃうと、この戦術あんまり刺さんないなっていうのが改めて分かりました。まあ、ロイヤルチャンピオンを外側からこう展開していきながら、で、クイーンで投石を追っていって、で、ベビードラでイーグルは壊しますね。で、ここまではまあ順調そうに見えるんですよね。で、一応グランドボデンのトームも、最後、このタウンホールを壊すために温存しています。フリーズを使ってこのフリーズが不発、これがね、結構痛かった。多分これ、不発にならなかったらまた少し変わったかもしれないんだけど、不発しちゃったんで、ディガーが結構やられちゃったんですよね。ただまあ、やられなくても、おそらく数足んなかったかな、タウンホール壊すのに。トームを使ったんですけども、もうディガーたちがもう数が足んなくて、全然、トームで押し切れずと。で、クイーンもクロスボウとかの滝を受けちゃって、そのまま怒っちゃって。やっぱね、最後タウンホール残しちゃうと、この攻めダメですね。やるんだったら、今回の村、攻める場合には、よいしょ。ですね、こういう村を攻める場合には、ちょっとまあ、実際自分が、なんだ、ミスらないパターンっていうのをこの村に対してはできてないんで、まあ、勝手になっちゃうんですけど、やるんだったら突撃艦をまあこの辺に落として、区画をガツンとこう破壊してから、クイヒをこう歩かせていって、でここから、ディガーとホグライダーを出していきながら、こうですね、キングで外周カットしていくと。で、多分この辺からロイヤルチャンピオンやっていくとかね、多分キングの仕事が多くなっちゃうんで、ここカットをロイジャンでやっていくとかで、やってこうディガフのルートを作っていく。まあ、多分そういう攻め方をするのがおそらくこの、村には良かったかなっていうところですね。うん。まあ、またはないな。多分それが一番かな。だからいずれにしてもタウンホールっていうのを、スーパーウィザーとないしはクイヒーパークで落とさないと、まあ、どんな方法を取ったとしても、この攻め結構、刺されにくくなっちゃう。だからそこができない村には使うべきじゃないし、見つけても今言ったようなパターンにはめないで、使うのはあんまお勧めしないよということですね。で、最後、どれだ、どれだっけな、最後見てほしいのは、一番最後のこれかな、あ、これだ、これ。これ刺さんないっす。だって、タウンホールがね、突撃艦でもクイーンでも処理しにくいんですよ、こういう配置って。で、そういう村に、この攻め方をはめた場合どうなるかっていうのを見てほしいんですけども、タウンホールがやっぱね、嫌な仕事をするんですよね。で、一応先言っとくと、これ時間切れで終わってます。なんで、ちゃんとうまくやれれば多分取れないことはないんですよ。なんだけども、楽勝で取れるようなパターンにははめれないということですね。ここにちゃんと、イーグル砲の上にスーパービザードを落として、で、イーグル砲には、こんな感じでチェーンダメージを入れていきますね。で、これを壊していくという感じですね。ポンと。で、投石機ワンチャンね、行ってくんないかなと思ったんだけど、行かなかったですね。で、同じパターンにはめていきます。ここですね。これ。壊したところの外周側からクイーンを始めていきます。で、まあ、これクイーンどっちに行ってもいいかなと思いました。ほぼほぼシンメトリーで、なんていうの、変わらないので、まあ、どっち流れても構わないかなって。流れた方がこっちだったんで、速攻でここに、ビズを当てて、キングを当てて、で、ディガホがここから、スタートでいきますね。こんな感じでダーンと。で、今回は本当はロイちゃんね、上からでも良かったんですけども、ワンチャン、まあ一応そのキングとディガホグパートに合わせて出していきました。ここですね、3時方面から。理由はタウンホールになるべくディガホグ集めたかったんで、早めにこっちから出して、まあ、ホグライダーがそれるのを少しでも減らそうかなと思ったというところですね。で、防衛軍とやっぱりタウンホールが、ディガホグにこうぶつかっちゃうんですね。これが非常に痛いというか、こうなってきてると結構苦しくて、スーパーボールブレーカーで壁も開けて、アーチャー組んでタウンホールを見れるようにこう、うまいことをお膳立てしたようなつもりにはなってるんですが、やっぱりダメですね。ディガホグパートで、まあ、一応ロイちゃんがいて何とかタウンホールは壊せるんですが、ユニットが全部やられちゃって、厳しくなります。まあ、だから一応ね、このパターンにはめさえすれば、一応、ある程度の戦果は上げれるんですけど、タウンホールが中心にある場合は、やっぱり、
というかまあそもそも食い火またはスパビーズパートでタンホールが処理できないっていうような配置の場合には結構この戦術は苦戦するなという感じですね。はい、まあ、こんな感じ。ここね、クロークを使った時にこれヒーラーがねおでんをちょっとね、たげっちゃってくれててウィンが回復していればもう少し違ったかなっていうふうにまあ思ったりはしたんですけども、まあそれは過ぎた、ま話でしょうがないですねという感じです。まあ今回の攻め、ポイントはスーパーウィザードパートで相手の、タウンホールないしは防衛援軍どちらかを壊しながら、援軍をする。なるべくならタウンホール壊した方がいいですけども、アドバンテージがあんまない場合っていうのはでクイーンにタウンホール任せちゃうというケースもあるです。まあその場合はちゃんとクイーンがタウンホールを壊せる、位置にタウンホールがあるかどうかですね。それ非常に重要です。でそういう村を見極めながらクイーンないしはスーパーウィザードパートでタウンホールを壊し防衛軍を釣ってしっかり処理してで、クイーンが向かう方向今回で言えばこっちですね。クイーンがこう三条方面に向かっていってくれたので向かっていってる部分からギガーホグライダーを出していくと。で外周はキングで、削っていってロイヤルチャンピオンに関してはこのキングとディガホグの間に出すかないしはキングが向かう先から出すかどっちかですね。まあ、それはキングの仕事量を見て、まあ、キングが途中でちょっとやばそうだな、怒っちゃうなと思ったら奥から出すし、キングしばらく外周全然、防衛ないから歩けるなと思ったら手前から出して、ディガホグをサポートする。まあ、どちらでもいいかなと思います。場面場面で使ってもらえればというところですね。まあ、とにかく、イエティに比べて、区画破壊のアドバンテージが非常に、スーパーウィザード大きいので、まあ、それを使うことによってまずディガホグの弱点である時間切れのリスクをなるべく減らす、っていうところとさらに援軍が釣れるので、空飛で簡単に処理できるというところ、さらにタウンホールですらですねこのアタックを使うと普通に折れながらさらにタウンホール周りをがっつり壊していけるという破壊力があるので、クイヒーディガホグをこれまで使ってた方は、まあぜひぜひですね、今言ったパターンにはめれる村を見つけた場合には、まあ、多分対戦限定に、そういう考え方はなってしまうと思うんですけども、そういう村を見つけた場合はですね、ぜひぜひ積極的に使ってみてもらえると、結構いい戦果が上げれるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでですね、今日は久しぶりに自分のレジェンドアタック、紹介させていただきました。ちょっとなんか鼻が詰まっててですね、まあ、すごく喋りづらくて、いつも以上に滑舌が悪くて聞きにくいかもしれないんですけれども、最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。よろしければですね、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また、これからもですね、タウンホール13、12、11と幅広い動画の、リプレイ、解説やっていきますので、今後もぜひご視聴いただけたら嬉しいです。では本日このあたりで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。